最近ね、はい、眠いとかね、たこ焼き食べたいって言ってた人がまた優勝して、誰かわかんない。ん？あと笑顔が素敵なひなちゃんっているんですけど。ひなちゃん。誰か、あ、誰分かった？怖い。ゴルフ？ゴルフの。おう。ひなこさんが優勝して、うん、大坂なおみも優勝ということで、うん、男性は今日負けてます。あ、ラグビーは頑張ってます。そうですね。なんで。酒を薄めなきゃ。酔っ払ってこんなもん、私今まで人生で2回だけベロンベロンでやったことは深夜放送、もう失恋しちゃってもうどうでもいいと思ってる。夜放送休もうと思って、ほんでも15分前になったらやっぱり休んだらクビになると思って行って、それで顔赤いじゃない、でこうやってって風邪ひいて、みんな向こう行ったらバレなかった最後まで。すごい、ちょっとインフルエンザで嘘ばかりついて。やりきったってない。さあ、第2部になりまして、アシスタントが島岡みのぶさんから、はい、私松川春菜がお送りします。春菜ちゃんは、はい、ぜひ宣伝したいことがあるということで、この時間を お借りしてすいません、10月5日の土曜日12時からですね、東京シネマサロンで、平成最後映画という企画で私出演させていただいております、うん、こちらは加藤彩香監督がツイッターで、平成最後の日になるって分かった時に、4月30日ね、そうです、うん、平成最後に映画撮ってたいって言いてえなーみたいなのをただつぶやいたら、それがちょっと大きくなっちゃって、うん、がっつりじゃあオムニバスにして平成最後映画というものを作ろうという話になりまして、うんうん、でそこで全11人の監督がですね、はい、オムニバスとしてすごい大規模になっちゃったね。うん、そうなんですよ、うん、どんどん増えちゃって、うん、で全11人で、8分ぐらいのものをオムニバスで撮ってて、うん、それをつなげて88分だ、ちゃんと長編になりますね、うん、でそれを平成最後映画ということで一気に放送しようという、うん、放送じゃないと公開でしょ、公開しようっていうもので、うんうん、私はその呼びかけの第一人者の加藤彩香監督の、うん、平成年号をやめるってよカッコ仮というものに出演させていただいておりまして、年号を変えるかもしっていうというか、もう 年号をやめるって、平成の年号はもう終わるってことね、まあ仮なんですけど、うん、なんかそれ霧島部活やめるっていうのパクリみたいなね、うん、先週なんか電車を止めろって映画があることをして驚いちゃって止めるなって映画って、それでどんな役なんですか、加藤彩子監督の。あ、私はその中に出てくる、本当平成最後に映画撮ってた、うん、まあ、学生の、うん、学生が平成最後に映画撮ってたっていう役で出てます。学生役、うん、学生、私はなんか実年齢いくつ今、私25です。これは嘘だな。じゃあ私は学生役じゃないですよ、なんかだから何役かって聞いてるの、だから私はなんか学生に、俺今普通じゃないんだよ、知ってる通り。そうだそうだ、え、女優の役として出てます。あ、女優役、はい、あ、学生さんが映画撮ってる中の女優役で、だからそれでどんな役をやってるの。あ、そんなに、うん、そんなに指定されたことはないんですよ。何かをやってるみたいな。でこれが10月5日どこ行けばご覧になれます。これは文化シャッター BX ホールっていうところですね、はい、あるんですよ。これどこですか、松場所どこだろうかな。おい東京シネマサロンで検索していただければ、はい、分かりました。10月5日、はい、よろしくお願いします。平成年号やめるって入れてます、はい、松川春菜さん、ぜひご覧ください、はい、よろしくお願いします、この後1曲お送りして、新海ひろこさん、そしてもうあと二方出ますから、映画紹介が。どっから声出してるの。今もう一回やって。無理です。ではこの曲の後です。はい。ベッドインで、真夜中のディスタンス。真夜中のディスタンス、ベッドインでした。はい、今日、の選曲は全て後ほど登場いたします、中村公彦監督にお願いして、はい、第2部はお願いしております。はい、新海ひろこさんです。ひろこの新しい海。新海ひろこです。よろしくお願いします。お願いします。今日はどんな映画でしょう。今日私がご紹介する映画は、昨年9月15日75歳で亡くなられたキキキリン最後の主演作のアンという作品、うん、はい、これ見たかったんですけれども、見る機会を逸してしまって、つい最近ちょっと見る機会があって、はい、見てまいりました、うん、はい、ストーリーはあることがきっかけで刑務所暮らしを経験した永瀬、正敏演じる仙太郎は
縁あってドラ焼き屋ドラハルの店長として単調な日々をこなしていました。そして作り損なったドラ焼きの生地を譲ってもらうほどの常連である中学生の内田キャラ演じる若菜、ある日その店の求人募集の張り紙を見てそこで働きたいという一人の老女キキキリン演じる徳江が現れます。本来時給600円なのですが時給300円いや200円でいいのという徳江でしたが、仙太郎は重い鍋を持ったり一日中立ちっぱなしのこの仕事は高齢者には無理だからと断ります。何日か経って自分が作ったという粒あんを持った徳江がこれ食べてみてと言ってまたドラハルにやってくるのですが、仙太郎は固くなに断り追い返します。徳江が帰った後タッパーに入った徳江の作ったあんをタッパーごとゴミ箱に捨てる仙太郎でしたが、思い直しゴミ箱から拾い人差し指でわずかな量をすくって口の中へ、んと思った仙太郎は今度は大きくすくって口の中へ。その後ひたすら働きたいという徳江にどら焼きの粒あん作りを任せることになります。徳江の作った粒あんはあまりにも美味しく、みるみるうちにお店は大繁盛。しかし手の不自由な徳江に対し心ない噂が広がり点点点ということで、この後あといろいろないきさつがあって結局お店を閉じることになってしまうんですね。仙太郎には自ら過ちを犯してしまったという大きな壁があって、で徳江には手が不自由だって先ほどもお話ししましたけれども嫌をなくそうさせられてしまったという大きな壁があります。でお互いにこのことを告白することによって心の底から2人はつながることができます。でストーリーの初めに、物語の初めに見事に咲き誇る桜が出てくるんですけれども、うん、季節の移り変わりでそれが潔く散っていく桜が描かれるんですね。これはまるで徳江の生涯を描いているようにも思いました。そして私が何よりも感じたことはとにかくキキキリンの演技というよりキキキリンのこう人間がこう映し出されているように感じて何度もちょっと涙してしまいました。で人間誰しも完璧な人っていうのはいませんよね。で生まれてくる時はみんな同じです。でこの作品は生きるという本当の意味を描いたとても尊い作品なんじゃないかなって感じました。で特に、最後になりますけれども徳井の言った言葉がすごく印象に残っていたので2つちょっとご紹介したいと思います。1つ目、あんを炊いている時の私はいつも小豆の言葉に耳を澄ましていました。それは小豆が見てきた雨の日や晴れの日を想像することです。どんな風に吹かれて小豆がここまでやってきたのか旅の話を聞いてあげること、そう聞くんです。2つ目です。ねえ店長さん、私たちはこの世を見るために聞くために生まれてきた。だとすれば何かになれなくても私たちには生きる意味があるのよ、という言葉です。まだ見ていらっしゃらない方もいると思います。 DVD が出ております。あ、そうですか。ね、素敵な作品でした。はい、日本映画専門チャンネルのキリキリ特集がやったりしております。はい、中学生の内田キャラさんはキリキリさんの本当の真央さん、うん、です。唯一の共演になりました。そして、うん、ちょっと今ひろさんがあえて触れなかったと思うんですけども、はい、手が不自由なのはハンセン氏病です。どうしようかなと思ったんですけど、いえいえ、ハンセン氏病これはもう堂々と話すべきなんです、はい、そういう時代に僕なってると思います、はい、これでもある、ね、決断を、まあ、総理がした、それは小泉元総理 の決断を継承したことで、それはそれで評価していいと思います。多くの差別があった。でこの中でもこのおばあちゃんが徳江キッキリの人がハンセン氏病どんどん流行るわけ、どら焼きが、うん、あんが美味しいから、ね、ハンセン氏病だと分かったら、はい、みんな来なくなっちゃうっていうね、非常に世の中のある種 の、ね、偏見というのも描いている。そして、ね、うん、
キリンさんがぜひこの人にって呼んだ同じ施設の友達に出演シーンは少ないんですけど、市原悦子さんが出てます、はい、この二人の共演シーンも見どころ。川瀬直美監督はもう僕もインタビューしたことありますけども、こういう堂々とした笑顔 ね、 そうですね。この間ジュリエット・ビノシュと撮った映画を見たんですけど、あれ何やってるかよく分からなかったですけど、ね、時々ね、時々ね、奈良で芸術的な映画を撮る、僕それは愛情込めて言ってるつもりなんですけども、ちょっと分かんないなっていう時もあるんですけどね、この映画はもう堂々と背筋が伸びてて、覚悟を持って撮ってる、出る方も覚悟を持って出てるというのがね、あって、長瀬正敏も素晴らしいし、こういういい映画に出るとね、役者が粒立ちますね。新海洋子さんも最近出まくら千代子だよね、本当にもうメランコリックも出てるし、もうなんかね、いろいろゴールデンタイムの10月5日からテアトル新宿で、さらになんか自分の宣伝をしやがった。10月5日から何、はい、10月5日から10日までテアトル新宿で、メランコリック上映されます。メランコリックはね、これはね、銭湯で殺人するって話なんですけど、はい、めっちゃめちゃ面白い。何、どうなるかがわからないんですよ、最後でこの中でノー天気のおっかが出てくるわけ、それが新海洋子です。もうまんまかもしれませんね、はい、ぜひ、チャンスがあったらね、あん、ひらがなで書けばすごく素晴らしい映画です。ご覧いただければ、キッキリンさん最後の主演映画、あんを紹介していただきました。ひろこの新しい海、新海ひろこさんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この後は大門一派、今度こそ厳冬期始まりの季節。皆様お聞きの放送は川崎 FM、FM ケーシティです。79.1MHz で、ここ武蔵小杉駅前にあります。タワープレス1階の小さなスタジオから、あなたへ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 、こんだけおります、お送りしております。毎週月曜日の午後1時から3時まで、私岡村陽一のシネマストリートでお楽しみいただいております。なお、この放送はインターネットで世界中のどこからでもお聞きになることができます。札幌でも、大分でも、皆様ぜひ川崎 FM のホームページに入っていただきまして、レッスンレディオのところをチェックしてみてください。そして岡村陽一のシネマストリート、専用サイトでは過去の放送の動画をご覧になることができます。ぜひ一度岡村陽一のシネマストリートで検索してみてください。さあ、ここからはですね、これはまだ公開になっていない映画なんですが、はい、ちょっと皆さんにお願いしたいことがあると言って今日いらっしゃいます、はい、タピオカという、はい、さっきは韓国だったんです、これは台湾で、台湾です、映画の特集をお送りいたします。まず今喋った方、大門、お名前どうぞ。はい、はい、私タピオカの監督を務めました大門隆と申します。よろしくお願いします。はい、隣の人は、出演者の武田哲郎です。僕は今思っています、あ、それは武田哲也だ、はい、失礼しました武田哲郎さん、はい、女性は出演しております藤原のぞみです。藤原、はい、趣味は何？趣味は中国語です。じゃあ中国語で挨拶して。大家好，我是唐元熙。这部电影我们在高雄拍摄，请多多指教。長っ、今何て言った？皆さんこんにちは、藤原のぞみです。私たちはこの映画を高雄で、台湾の高雄で撮りました。よろしくお願いしますって言いました。大門、隆さんは、はい、もともとは僕は、はい、役者ですね。役者なんですけども、まあ、たまにこういうふうに、まあ、クリエイティブ活動というかものづくりしてて、で、まあ、写真展とか舞台をやったりしてる中で、今回は短編を作る監督っていう、はい、じゃあほとんど初めてですか、今回で。そうですね、まあ3本目ですかね。私もね、はい、まだ誰にも言ってないんですけど、超短編を3本実は脚本監督したんですね。なんですけど、どう監督やってみて。いや、なんか周りに助けられましたね。何もあんまりしてないですね。そんなことはないやろ。監督が監督が何もしなかったら現場進まない。お金しか払ってないかったですね。ご容赦ください。そうですね。ミートゥー。あ、そうですね。監督ってお金なんだ。こういう映画の場合はね、あの、あ、ここ食事で俺が出すのみたいなね。でもあのほら、普段使われる立場じゃん、あの、はい、ぶっちゃけて言うとね、はい、でもそれを逆に、あ、ちょっと何々さん、ちょっと、もうちょっと右に立ってもらおうかとか、はい、何々君そのままでいいから、はい、本番とかっていうことはあると思うんだけど、はい、気分よくない？いや、それもあんまり
なかったですね。なんかもうそれぞれがもうそれぞれで勝手に動いてたのを僕もああと思って人をちょくってるまあなんとかまあそういう感じでできた作品。君と合わんな。話が話がまだ始めです。まだ噛み合わないじゃないか。まだわかんないから落ち着いて落ち着いて。日本人怖い。ちょっと春菜ちゃんちょっとなんとか。あのガンガン盛り上げて。ちょっとなんとか。これでもよろしくお願いします。監督キャストで名前入ってますけど、監督も、はい、監督も出ました。あ、出演してるんですね。まあそのまあ役者として。そのもの、はあ、あ、まあ、主演はもう、あの、あらあら、譲られて。藤原希美、武田。主演なんだけど、はい。あの、どんな内容なんでしょう。そう、どんな内容なんですかね。あ、もうすごい純粋なラブストーリーなんですけども、うん、まあ、僕演じる、その、日本人なんですけど、うん、僕日本人やって。台湾に。はい、留学しに行って、うん、で、そこで、まあ、タピオカってタイトルでありながらあれなんですけど、ラーメン屋で働いてる、藤原希美演じる台湾人のフェンに恋する話なんですけど、はい。中は事務所 NG だったんで、いやめなさんな事務所、嘘脚本上に書かなかったです。なんか恥ずかしかった。なんかあんまり中ってあんまり意味ないかなと思って書かなかった。そんなことない。中から始まる。中から始まる。中から始まる。次回、じゃあ僕は、それで、鉄道と。俺、男としておっさんずラブか。あの、男ってあんまり受けなかったですね。今、受けると想定して突っ込んだんですけど、よく話します。一番ダメなんですよ。すいませんでした。はい。勉強し直してまいります。はい、それで、台湾に行って、彼女と恋して、その後どうなるの？その後、結構短編なんですよね、20分で。うん、いいですね。その後の展開が、もう、ちょっと。ちょっとまだ言えないみたいな感じで、ちょんがちょんがって。なるほど。武田鉄矢さんはどんな役ですか？まあ今あったんですけど、その後の、うん、ちょっとその先はっていうところ、うん、鉄郎さんがもう物語のすべてなんですよ、ね。言えないでしょ。だ言えないでしょ。じゃあ何しに来たんだよ。何だから何だこの。だから僕今日、はい、武田来いって言われて、僕何しに行くのかなっていう感じで。でもすごい重要なんです。でも台湾で外国での撮影、僕も台湾で撮影したことあるんですけど、はいはい、どうでした？僕が出たシーンが、はい、なんと渋谷だけ、東京ロケのみ。また噛み合わない。貴重な5分49秒が過ぎたから、全11分。もういいです。そうなんでございます。大門隆監督は、はい、まあ、多分俳優としてもっと出たいという気持ちもあって、はい、まあ、映画を、まあ、今回やってみるかということをやったんですけども、はい、これでもっと映画を作りたいという感じか、もう二度と嫌かどっち。これ本当は長編撮ろうと思ったんですよ。うん、ただ、その、向こうの台湾のスタッフと、うん、まあ、いろいろ打ち合わせしてる中で、うん、まあ、現実的に一本短編映画を作って、うん、まあ、お互いがどれぐらいできるかっていうのを、うん、そっからやってみようと。はい、試しながら。監督としても。まあ、需要があれば、ね、こう頑張りたい。いやもうでも自分今ね、ほらそれこそ携帯で 4K が撮れる時代になったので、はい、ガンガンやった方がいいですよ。真面目な話、僕だって自分でね、まあ、ずっとやってるとこのしょっちゅう話させていただいてるんですけどもね、やっぱりどっかで何かすごいことが起こるかもみたいなね。僕この番組で見てきましたからね、今から14ヶ月前にね、カメラを止めるのは公開前に来てもらって、これはいい映画だと思ったけど、あんな大現象になるというのは思わなかったからね。そうですね。あわよくば32億円ですよ。ちょっとやらしい話が多い。やらしいよね。あんたってそのお金出したって100万も出したわけじゃないでしょ。ちょうど100万ぐらい。あ、すいませんでした。ちょうど100万ぐらい。だからちょっとお金もちょっと作らない。最後は藤原の、ほとんど喋ったのは藤原の望みさんにまとめていただきましょう。まとめる。はい。わかりました。うん。はい。私どものこの映画ですね、9月30日まで、はい、クラウドファンディング、そうです、映画は一応完成してるんですが、はい、プロモーションで、はい、プロモーションに宣伝に皆さんでお金かかるんですよ。それクラウドファンディングお願いしております。はい、はい、そうなんです。で、まあ短編で台湾でっていうことで、台湾にもちょっと行きたく、皆さん行きたくなるだろうし、はい、まあ物語自体もどうなっていくのかみたいなところを注目していただけると思います。で、はい、クラウドファンディングぜひよろしくお願いします。モーションギャラリーを使っていきます。はい、あと8日ですね。はい、クラウドファンディングしたいな、タピオカなんか面白そうだなっていう方はどこに、なんで検索すればいいですか？このタピオカっていうタイトルで検索するともう我々の映画しか出てこないですし、うん、そうです、映画タピオカでいいですね。そして、はい、普通にタピオカだといろんな店が、まあ、タピオカ屋さんが出てきちゃうんで、タピオカっていう感じなんですか？当て字で多い日にちに想像するのそう思うの、はい、果実の果で、果実の果で、まあでもカタカナのタピオカ映画でも出てくると思います。はい、そうです。
ぜひ皆さん、はい、応援してください、はい、よろしくお願いします、大門隆さん、そして武田鉄郎さん、はい、藤原希美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。松尾清則、ムーンライトランデブ。どうやったのあ、それでもつけなくても大丈夫。大変ながらお待たせいたしました。サーモン崎山さんですこんにちは、サーモン崎山です。後藤俊弘監督というね、はい、今度被爆のピアノのね、映画を、あ、被爆ピアノの映画を撮って、はい、私が撮ってる人です。僕何本か出させていただいておりまして、まあ、彼は、まあ、新潟とかね、地方で撮ることが多いんですけども、はい、そうすると茨城もそうでしたけどね。そうですね。必ず共演者にこの方がいらっしゃるんです。で、名前がサーモン崎山っていう、ね、あの名前、多分本名、本名じゃないだろうと。サーモンはカタカナ、崎山はあの鮭弁当のね、サーモン山。それで、お笑いの方だなと。お笑いの方が映画に出てらっしゃるんだなと思って、あ、どうもどうもサーモン久しぶりだなと。いつもね、何本も共演しましたね。カレンという映画では刑事役でしたっけね。そうですね。お互い刑事で、はい、はい、あるね、うん、フィリピンバーかなんか踏み込むと、はい、動かないのかなとかって言って、うん、女の子を逮捕するみたいな。そうですね。そうですね。ね、あと新潟でも会いましたね。新潟でも、はい。いろいろあってて、そういう人だなと思ってたら、うん、で、つまり僕としては軽い扱いだったんです。お笑いのなんか売れてない人間が、ちょこちょこ映画出てるやつだな。まあ、頑張れ、君も。さもまたなっていう感じだった。うん、ある日、ある時、はい、この人が映画監督だと知ったんです。あら、そこから自分のいやらしさがよくわかるもう一人の自分が見てるわけ、態度が表現しちゃってで、それで、監督の時はやっぱりさすがにサーモン崎山だとダメないなと思ったちょっといろいろね、劇場に断られる可能性がそう、あ、そうですよね、なんですかこれはピン芸人を呼んでとか言われちゃってで、ご本名ですかね、はい、中村君彦、中村はよくある中村で、君彦は公園の公に彦、はい、そうですね、はい、これ変えよう本名をちょっとよくある名前じゃない失礼ですけどね。そうですね、はい、中村何にしよう、君の城とかねいやいや余計ダメかな、ちょっと引っかかるね、うん、名前をね、まあでもフックのある、うん、はい、鈴木清純さんだって清純って名前じゃないですよね。あ、そうですね、そういえばそうですね、中村君彦監督として今日は来ていただきました、はい、あれ映画は、はい、役者が最初なの、どっちが最初なの、まあ、役者の方が早いですね、はいはい、さっきの大門さんという方も役者をやってて、ひょんなことから監督をやることで、さっき来た時にすごいハンサムな人じゃない、はい、だからあ、この人役者やればいいのに監督もったいないなと思ったらやっぱり役者もやってましたってね。そしてさっき写真撮って変顔しやがってさ、食べてんなこいつと思って台無しな、あとで日本酒でも飲ましてやろうかな、うん、でやっぱり役者やってて、はい、物足りないなという気持ちで、どういう気持ちですか、ですね、まあ遡るとその前に映画学校に入ってまして、その頃は演出コースだったんです。 あ、そうなんですか、はい、もともと監督志望ではあった。そうですね、で監督になりたいんですけど、まあ、いきなりなれないので、うん、まあ、制作部のスタッフとして、うん、まあ、それは皆さん、はい、制作部のスタッフでもしあなたが運転免許の一つでも持ってたら、そうです、どんな時でも 100% 仕事あります。そうですね、今人が足りなくて困っております。どの現場も人が十分にいるってなかなかないですよね。今はもう本当にね、もうテレビもそうだし映画もそうだしね、はい、それで入った、入って、うん、入ったら、まあ、助監督の一番下のやつと、まあ、仲良くなりまして、うん、で助監督が今度 V シネで監督デビューするっていうんで、うん、手伝ってよって言われて、うん、それになぜかスタッフで行ったんですけど、うん、
キャストでも出ることになってしまって、それはハンサムだからそうですね、ハンサム規定しろよそれで、それで、まあスタッフとキャストの名前分けようかということで、そこでサーモン崎山が誕生したんです、ね、はい、そこでサーモン問題が今再び浮上しました普通つけないよサーモン崎山っていうのはちょっとくどくない名前が。そうですね、あのちょっと重ねる感じにしたことなんかゆりかゆりさみたいな名前、うん、しつこい感じで、それでやっぱインパクト残そうと思って、はい、いやあの一回限りのつもりだったんですよ。そうか、軽い気持ちで出る方じゃないんで、ちゃちゃっと書いちゃって、そうですね、そしたらそれがバーッとなってずっと永久に使うことになる。その監督はもうね、年に 5,6 本撮るような人になっちゃって、ああそうかそうか、類似ねで量産する人になっそれで俳優として呼ばれるようになっちゃった。そうです。でさらに、うん、その監督の助監督やってた人たちが監督になって、うん、また呼ばれるようになって、うん、そうですね、そんなのが 5,6 年続いて軽くつけたやつが結構年に10本ぐらい出るような感じで、売れっ子じゃないかよそれで三本崎山になって、そうですね、でももう俳優としてちょこちょこ出るようになって、でも、はい、あの頭の中では俺監督やりたかったのになってありましたかね。ああ、まあそうですね、それはありましたけど、まあいろんな監督に呼ばれるんで、いろんな監督の現場を見て、うん、そうですね、勉強にはなります、うん、ああそうな、こういう時はこうするんだとか、ね、うん、特に V シネなんかはね、はい、あの春菜ちゃん V シネって出たことないでしょ。出たことないです。 V シネなんかはね、あの今日本映画現場お金がないとか時間がないとか言ってますけどね、うん、もうもっとないわけ、うん、もう本当に、うん、さっきほら三脚持ちました加藤聞いて、相川翔さんが三脚持ってますからね本当に、あ俺持つわとかいいですとか言いながら、人が足りないし、だから言ってみると V シネで何現場的に何を学べるかっていうと、例えば天気のこととかね、こういう時に判断が早いですね、うん、もうここはやめて室内にしようとかね、うん、切り替えがね、雨だったらトンネルの中で撮ろう、そう、それでも一応撮れますからね、で逆にそれが良かったりして、しかもトンネルの中はエコーがかかるじゃないですか。そうですね、そういうこともね、あるよね、別な雰囲気が出て、うん、はい、よかったです。さあそれで普通いろんな勉強をしながら、そうです、ね、腰淡々とチャンスを狙っていた。はいはいはい、うん、はい、で脚本とか書いたりして、脚本とか書きましたね、うん、はい、俺あんまりこうやって喋ったことないけど、うん、考えたら、そうですね、あの、うん、どういう映画が好きだったんですか、もともと。いや映画、まあ、全般好きなんですけど、うん、まあこれこの1本あげろって何、なんか最初にガツンときた1本ってあります。あ、まあ、SF でいうとなんか未来世紀ブラジルっていう、あ、いいですね、テリー・ギリアム、はい、ロート・デ・ニーロも出てますね、はい、うん、まあ、そういう、まあ、SF っぽいのも好きだし、あと50-60年代、まあ、70年代もそうなんですけど、うん、日本映画が結構好きで、うん、どれでしょう。まあ清純さんも好きだし、うん、岡本喜八さんとか、うん、大島渚さんとか、あの辺りですね、あと松村康造さんとか、いちかこさん、いいですね、はい、あの辺の黄金時代だね、深作さんとかね、深作さんも、はい、職人ですね、深作さん、まあそういう職人の中で、まあ自らの、 あのいろんなやりたいことを個性を、ね、展開してますよね、発揮してる人たちが好きですね、うん、はい、こういう映画撮りたいって一本あります。こういう映画、監督によらず、この仁義なき戦いでもいいし、あ、殺しの楽園でもいいし、なんかあります。あんまりないですね。これはこの映画を撮りたいっていうのはあんまりなくて、うん、逆に言うと世の中にない映画を撮りたい感じ。あ、その厚かましさは私と一緒です。そう、志だけは一緒ですけど、なかなかね才能が追いつかず苦労してますけど、ね、はい、今回の映画は間違いなく世界中のどこにもない一本だと。そうですね、ないですね、多分。やっぱりあの常に、はい、例えばオファーがあったり、あるいはいろんな企画会議してると、はい、大体今ある意味で冒険しないと言いますかね、うんうん、ダメなのは何々見たいなという、うんうん、あの倉本壮さんの北の国からっていうドラマをご存知の方多いと思うんですけど、最初のフジテレビからのオファーが、うん、大草原の小さな家と北狐物語が大ヒットしたんですね。当時あれを合わせたのを北海道でやってくださいはぁって、それであの物語が生まれて、で間違いなく北狐が出てきましたけどね、すごいなと思って。確かに大草原っぽい、ね、家族物語、今のね、あの朝の連続テレビ小説 NHK の見てて、ちょっとそういうタッチが出てくるの思い出したんですけどね、はい、それであんだけのこう、あのお父さんとお母さんが離婚して、うん、あの純くんとホタルがね、子供が食べてるでしょうっていうね、あのあそこまで引っ張ったっていうね、
出てきましたけどね。なんか今クスクスと笑いが、なんか不別な笑いでしたね。いいですけど。そういうのは、例えば今回の映画だってね、はい、リドリー・スコット監督の、まあ、主制作といっていい、うん、エイリアンというのが、まあ、シリーズになりましたけど、そうですね。もうあれがなかったらこれはないわけじゃないですか。まあ、ないかな。うん、どっかでいろんな映画のインスパイアってのありますか？あります、あります。それはいっぱいあります。今回は人間がいろんな生物に寄生されるっていう映画、有性、有性からの物体 X、まあそうですね、カナダの映画ありました、はい、あとヒドゥンっていう映画ありましたね、怖い映画ね、はい、うん、あとそれから、まあ、日本でいうとマタンゴ、はい、キノコを食べて本田一郎監督の、はい、妙な映画でしたね、体が変形するみたいな、うんうん、あと吸血鬼ゴケミドロっていうやつが、うん、よく知ってますね、はい、まあ、口の中に入ってくみたいな、はいはい、そういうものから影響を受けてますね、うん、今回は、はい、というだから東方の、はい、春じゃあったんですね、まあ50、ゴジラが1954年の映画ですけど、その後ねいろんなシリーズでね、うん、まあ低予算ですよ、うん、ガス人間とかね、うん、タイトルがガス人間なんですよ、ガス人間逆に見たいでしょ、そういう東方の一連のね、はい、特撮ものって楽しいですよね。楽しい。特撮ね。特撮ものですね。で、はい、いきなり宇宙から始まったりするんですよ。でも どう見てもその辺の原っぱで撮ってるから、うん、昔の人たちがね、いろいろ工夫して撮ったんですよ。キネカ大森で9月27日、うん、もう今週の金曜日から公開になります、はい、映画スモーキングエイリアンズ。まずこのタイトルを皆さんしっかり覚えて、はい、こんな内容です。夫を病気で失って以来、ビル清掃の仕事をしながら一人娘のキリコを育てているシングルマザー花澤香織。変わり映えのしない毎日の中で、タバコだけが彼女の癒しである。しかし職場では喫煙者の肩身はどんどん狭くなっていく。そんな日常がある日突然変わる。宇宙から飛来した多数の球体から未知の生物が飛び出し、人間に寄生して操り始めたのだ。職場でビルに閉じ込められた香織たちは、宇宙生物がタバコの煙に弱いことに気づく。だがそれは死闘の始まりに過ぎなかった。喫煙者 VS 宇宙生物、生き残るのはどっちだというね、これストーリー言っただけどバカバカした全開ですよねなんか聞いてて俺もちょっとバカバカしいなこれと思いましたね。なんか僕は超文芸対策だと思って絶対思ってないでしょいや面白そうですね。もう聞いただけでね、はい、見たいって感じ。いやそう、ね、はい、見たいと思って、はい、どう見てあるの。いやこれ本当に設定が突飛すぎて、はい、さっきも言いましたけど本当バカバカしくて笑えるんですよね。はいはいはい、はい、普通に見たら、うん、真面目に見たらツッコミどころ満載で、うん、だから本当頭一旦空っぽにして見た方が、うん、突っ込んじゃうからだからその突っ込みどころ多いけど、それも許せるぐらいのものだなと思いましたね。あとこの私は勝手に考えたんですけど、はい、なんだろうな、この喫煙者の現実問題でも現実でもそうなんですけど、うんうん、やっぱこれだけ喫煙環境みたいなのがどんどん変わっていってるんですよ、うん、今タバコを吸う人にとっては肩身が狭い世の中になってますね。肩身が狭くなってて、うん、でそこでやっぱ喫煙仲間ってすごい結構固まるんですよ、うん、心が。喫煙者っていうだけで、うん、そうなんです、うん、喫煙者っていうだけで心が固まっていくっていうのを、それもちゃんとなんか描いてる気がして。そうですね、そう、はい、でそれはすごくリアリティがあるなって思ったのと、であとその中に途中社食の、あ、はい、社員食堂のことです。そう、社員食堂のすみません、アシスタントですタバコアレルギーの方が出てくる、うん、突然ね、タバコアレルギーの方が出てくる。でもなんか最終的にはもう仲間になっていくんですよね。タバコダメなんですけど、そうそう、はい、まあ、だからそういうのがこれも現代的に共存していける世界に、こんな感じで共存していける世界になればいいなと思いました、うん、私は共存と格差の映画になってるんですよ、うん、おバカ映画なの、おバカ映画だけど、うん、監督は地獄の警備員ってご覧になってます？あ、地獄の警備員見てない。黒沢清監督のもうこれは隠れた作品なんですけども、
今はもう孤独のグルメで有名になりました松重豊さんで元相撲取りの殺人鬼なんですよ、うんうん、である商社のビルに入ってきて次々と人を殺していくっていう中で、うんうん、で事件がで最後はあの長谷川初則さんと久野真紀子さんが演じて最後2人が助かってやっとこう出てきたところでやっと警察が来て、うん、なんかあったんですかねっていう間抜けな刑事がいるんですよ。それが私なんですそれを思い出しました、はい、もうシチュエーション コメディで、だからあの簡単に言うと今のこう話を要約して言うと、まあ、あるこの、まあまあ、そんなにすごい会社じゃない会社があって、うん、そこでそのシングルマザーのこの人って香田ミックさんの、いや若干関係ないですけど名前顔も似てるなと思ったんですけど、ね、はい、なんて呼んでる名前、香田、香田リリです、リリさん、はい、リリス、香田リリさんが主演なんですけど、このまあちょっとなんとなくちょっと疲れた感じのね、そうですね、人たちがいて、そこになぜか宇宙から飛来した謎の物体が体の中に入っちゃうんですけど、なぜかこの恐ろしいで、みんながゾンビみたいになって人が人を襲うというね、あのお約束のパターンになるんですが、なぜかその恐ろしい宇宙生物がタバコに弱いというね、ここがこの映画のキーポイントなんですけど、そうですね、これどうしてこういうものを、イギリスの映画であのグラバーズっていう、うん、あのお酒に弱いモンスターが出てくる、うん、映画があって、はい、それがあのアル中の人たちと戦うっていう映画がありまして、それがすごい面白かったんですよ。であのこの映画子供なんだってモンスターがこの映画のね企画をあの考えるにあたって、それがちょっと頭にあって、最近ちょっとゾンビ映画が多いんで、うん、ゾンビものはちょっと避けたかったんですよね。ちょっとゾンビ的なテイストもねちょっとありますけど、はいはい、さあスモーキングエイリアンズ、はい、もっと見どころがございます。この曲の後さらに、はい、ヒックスビル、バイバイブルース、バイバイブルース、ヒックスビルでした。今週の金曜日から、うん、公開になります映画スモーキングエイリアンズ、の特集をお送りしております。このジャック。ジャックじゃないですよ。ジャックと言います。キャッチコピーがすごいです。ヘビースモーカー VS エイリアン。誰も見たことがない戦いが今始まる。大変失礼ですけども、さっきから松川春菜ちゃんが平気で言っている、B 級おバカ映画の匂いがプンプンします。このチラシがね、またいいんですよ。これ5人ぐらいがね、タバコ吸いながら、こう、タバコ吸うと、なんでこうタバコ吸って、はい、写真撮りますって言うとみんな睨むんだろうね。笑う人いないよね。格好つけてるね、そういう5人が並んでこっち向いてる写真が出てくるんですけどね、かっこいい、あの SF にしちゃうと何でもありでね、だからそうですね、よくぞ思いつきましたよね、はい、タバコに弱いエイリアンっていうで、逆にこれ喫煙者の方があの今日スタジオにあのいないですね、いなかったんですけど、うん、驚きですけど、喫煙者の人が見るとそうなんだよ、俺たちはエイリアンなのかみたいなね、うん、ことになるけども、この口の中からいろんな、よくね、エイリアンというあのリドリー・スコット監督のもう SF 映画の金字塔の映画ですけど、うわ出てくるとかありましたけど、あれは実際は作ったと思うんですけど、はい、ナマコを食べさせたの、そうわけじゃなくて、ナマコではなくて、まあ、造形の人に作ってもらったんですけど、うん、CG とか一切使わずに、え、使ってないのこれ、はい、わーびっくり、まあ、小さくなるやつを口の中に含んで、うん、俳優さんが舌の力で押し出してるとか、それはいちご味とかつけたりとか、それはなんか、でもあれ、歯医者大変じゃない？あの、気持ち悪くなった人もいました。いるよね、口の中にずっともうね、いわゆるビニールみたいなのがあるわけですから、気持ち悪いよね。違和感がね、すごい。お前の晩酒飲めないな。まあ、カットによってはね、ダミー使って、まあ、人形からエイリアンが飛び出すみたいなのありますけど。うん、はい、いやー、よくぞ、もうだから、途中から僕、初め真面目に見てたわけ。うん、で、もう最初にね、この、主演のこの、あの、香田リリさんが出てきてね、こうやって、いろんな修羅場が、いきなり最初のカットが、修羅場が映るわけよ。で、一言、タバコ、こんなことなら、タバコをやめやよかった、とか出てくるんですよ。それがね、えっていうね、なんか、あの、外国ドラマの、あの、続きものの最初みたいな、Previously on Homeland みたいな感じのね、面白いですね。あの、最初にちょっとアバンを見せると、あのアイデアは。あれは脚本家の小松さんの、ああそう、あれは、あれはいいですね、はいはい、なぜかというとですね、今そういう時代なんですよ、つまりこれは劇場でこれからご覧になるでしょ、でその後さ、いろいろなサイトで見れるわけですよね、多分ネットフリックスだと今アマゾンでいっぱいありますよね、うん、そうすると一番頭をチラッと見て面白くないとみんなやめちゃうんですよ、ね、あその時にのことまで僕は考えてらっしゃるのかなと正直思いましたね、うん、あそこ見たらもう止められませんよ、うん、これが
音楽でもそうだって言いますね、うん、イントロがなくていきなり歌から始まるのが今ヒットするみたいな、うんうん、もうちょっとドンと構えてね、うん、欲しいなというふうに思ったりしますけども、その中でもう日本映画お金ないのが当たり前というのもちょっと嫌なんですけど、でも、うん、テオさんだというのはもう間違いない。その中でね、うん、ありとあらゆる工夫をしてくれてるわけじゃない。そうですね、それがね楽しいし涙ぐましいし微笑ましいし そうですね。まああとは体張ってやってますよね。一部の方は体張って。アクションシーンもいっぱいありますよ。はい。それ言っていいですかね。こうエイリアンにこう侵された人間が寄ってくるとどうするかっていうと、口の中に煙を入れるわけですよ。助かるために。そのためにキスするしかなくなって、男と女のシーンはまだいいんだけど、そうじゃないシーンが出てきちゃったりしてね。さっきの話と通じますけど。そうですね。はい。どういうこと、どうしてあれはやろうと思ってあれはまあやってるうちにちょっとなんか足りないなと思って、うん、うん、まあこういう倒し方するしかないんじゃないかなと思って。でも俳優さんは聞いてないわけじゃないですか。そうするとあのさっきもちょっと話、事務所 NG とか今回は OK な人ばっかり事前にキャスティングしてるんで。素晴らしい、はい、やれよっていう感じで、よいよっていう、ええー、って感じになりましたでしょ、ね、そうですね、うん、でもねあれがねなんかね、はい、こういうおバカでアクションでいわゆるこうどうなるんだって映画なんだけど、時々ねうっと笑っちゃうのとちょっとロマンチックなんですね。この二人本当に好き同士じゃないかとかね、あるあとあとある男の子がどうしてもその自分の好きなしじみさんという女の子にキスしてほしくなくてね、男の子にキスしに行くっていうね辛いシーンもあったり、ね、そうですね、うん、そうなんかだから スタジオっていうかこう現場の雰囲気がいいんじゃないかなっていうのが伝わってきました。大変な映画だったと思うけど。そうですね、今回はまああの楽しく、うん、辛いこともありました一番大変だったのはどういうこと一番大変だったのはまあ山梨まで行かないといけなかった。え、なんでこのビルが、うん、あの喫煙 OK なビルが都内にないんです。ええー、そうなの、うん、ビルスタジオで、あ、スタジオ借りますからね、はい、喫煙とか火器厳禁のスタジオが都内にない使っていいですよっていうのはなかなかないね。うん、だからどこでも吸えるっていうのが山梨にしかなかった。だからほぼ8割方室内のシーンなのに山梨に行かないといけなかった。山梨の風景あんまり出てきませんね屋上のシーンで、あ、そうかそうか、あの抜けるような青い空がそこだけやけに景色がいいっていう。これはじゃあ、はい、毎日行ったり帰ったり、あ、もう泊まり込みでやる。はい、あ、じゃあでも余計こう合宿だから、はい、みんなでこう、和気あいあいとやれたかもしれないですね。そうですね。みんなの絆はね。あとはもう非常に煙たい現場でしょうね。そりゃそうですね。というね、もうなんか途中ですごいアクションシーンが出てきたり、意外な人が意外なことになったりとかね。そうですね、うん。そこはちょっと見てほしいですね。うん、あと、さっき春菜ちゃんも言ったけどね、こう、ある、警備の仕事と、このいわゆる会社員の人とかね、うん、警備の方の人が、僕はこの社員食堂で、美味しいもの食べてるなって、ここで、まあ結局そこで食べることになるわけね、追い詰められてね、うん、食べたかったんですよって言ってね、あ、ちょっと格差の話が出てて、さすが中村監督、シリアスな目を描いてるなって言ってね、一口食べたら、まずいって言ってね、意外と世の中そんなもんかもって、あんなすごく憧れてたものがね、食べ物に限らず、実際に手にしてみると、ん？っていうことが、そういうちょっと人生観が出てみたりとかね、うん、うん、でもこう共存というか ね、 そうですね、みんな決して仲良くないんだけど最後は一つになって、一番最後のこれ言いませんけどね、うん、ラストシーンがねかっこよく終わってますよね。もうタランティーノかと思いましたねちょっと意識しました、ね、スモーキングエリアンズ、これはちょっとおバカ映画の改作と言っていい、うん、中村君彦監督ぜひご覧ください、はい、今日最後の曲です。ボーガンボス憧れの地へ。なんか僕ばっかり喋っちゃったけど、いかがでございますか、大丈夫ですか、うんうんうん、先ほどちょっとあの言い忘れてしまいましたけども、あのクラウドファンディングであの現在大展開中の、映画タピオカの世界初上映が10月5日東京シネマサロンで15時のプログラム B で、公開になると、あの上映されるということです、うん、詳しくは映画タピオカでご検索ください。この番組では皆様からのリクエスト曲、番組への感想などをお待ちしております。宛先はこちらです。郵便番号 211-8566、川崎 FM 岡村陽一のシネマストリートの係まで。ファックスナンバーは、川崎 044-711-1400、711-1400。E メールアドレスはすべて小文字で、kst@kawasakifm.co.jp まで。お待ちしております。監督、最後の一言。
はい、9月27日から、キネカ大森で公開します。川崎の皆さんも、ぜひ見に来てください。翌日は舞台挨拶します。はい、9月28日土曜日のみ、舞台挨拶あります。こちらチケットピアで限定発売してます、はい、スモーキングエイリアンズぜひご覧ください。なんかねイギリス映画のテイストがありますね、うん、ミスター・ビーンとかね、ああいう楽しい映画です。ぜひ、喫煙者の方も禁煙者の方もご覧ください。中村君彦監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。岡村陽一のシネマストリート、ありがとうございました。ありがとうございました。はい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 ではちょっと一言番組の感想お願いいたします。はいはい、ではあなたからいきましょう。はい、はいはい、ありがとうございました。すごい緊張、初めてだったんで緊張してたんですけど、うん、軽快に進んでいって、はい、すごい楽しかったです。ありがとうございました、はい、新海ひろこさん、はい、皆さん奥へ行ってください。奥へ行ってください。ゲストの方がたくさんいらしてて、うん、すごい楽しい時間を過ごさせていただきました、うん、よかったです。はい、はい、マリちゃん。はい、なんか海北もそうなんですけれども日本映画の若者たちがすごく頑張ってるのがいっぱい出てきてすごく楽しみだなと思いました。はい、他のプレゼンターの方と、一緒の時間を共有できる新しいタイプ のラジオでした。楽しかったです。佐々木くん元気に戻ってきますんで、はい、ありがとうございました。そして皆さん一言ずつ感想を伺っております。はい、はい、ゆりさです。今日は本当に楽しかったです。美味しいお酒も飲めました。ぜひ見てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ゴーストマスク傷広沢そうです。ぜひ見てください。シネマート新宿です。さあそして茜ちゃん。はい、寺川美役の茜ゆりかです、ゴーストマスク傷、今シネマート新宿とシネマート心斎橋で公開してますので、うん、ぜひ見てください。お願いします。はい、大門さん。はい、台湾合作映画タピオカ撮りました大門です。ぜひ見てください。10月5日、東京シネマサロンでプログラム2で見れます。よろしくお願いします。はい、中村君彦監督です。はい、スモーキングエイリアンズ9月27日から、キネカ大森でやりますのでよろしくお願いします。中村です。はい、松川。はい、アシスタントやりました。ありがとうございます。知ってますよ、はい、楽しかったです私が出てるやつもそうだし今日紹介させていただいた映画もぜひ見てください。よろしくお願いします。今日はですね、はい、多くてこんなゲスト多いの、うん、本当久しぶりなんですけど言っちゃダメですよ、はい、あなたと一緒に映るコーナーなんです。分かってないな大門、しっかりしろ画角が本番前に3回くらいでなりますね。画角今これです。はい、というわけでございまして、はい、なんとなくさっきね桜井真理ちゃんとも話出ましたけどね若い日本映画の、ね、才能をいっぱい感じるね若いからまだ若くないです嬉しい回でございました、うん、この後ガストに行くんですけどどうなるか分かりません。日本酒は回りました来週は、J ホラーの父鶴田のりお監督がいらっしゃるんですけどその前に轟木由紀子さんという、ね、素晴らしい女優さんがいらっしゃったんです。その話もしたいと思います。また来週です。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。